はい、皆さんこんにちは。りなでーす。坂です。エリティブログでーす。本日は皆様にご報告があります。私たちはドイツに行きまーす。なんか同じ報告が半年前ぐらいにあった気がありましたね。半年前にドイツに行きますという報告を出して3ヶ月ぐらい前に中止になりましたという報告動画を出しました。そう。そしてまた今ドイツに行きたいと思いますという動画を皆様にお知らせしたいと思います。本当になんかもう一回チャレンジしましょうっていう感じで、はい、振り返ってみると、うん、去年の10月ぐらいにクリスマスにドイツに行こうっていう気持ちになって飛行機を取って、でこうどんどんクリスマスに近づいたらやばいなと思って、もともと12月の中旬ぐらいに日本を出発してドイツに行く予定だったんですけど、その1週間か2週間ぐらい前に新型株が出てきて、ヨーロッパで大混乱になって、あちょっとこれは無理だなってなって中止をしました。今考えるとそれで正しかったかどうか。僕たちが出発するであろう前後で日本でも急激に増えてきたから、あのタイミングで行かなくてよかったと思います。あの時は賢明な判断でしたよ、社長。よく我慢できましたね。本当に悔しかったよ、めちゃめちゃ悲しんでたよね。もうここでクリスマスもドイツと全然違うから。まあ確かにね。でそこからじゃあ次にドイツに行くチャンスはいつって考えました、うん、結論がまたかも仕事で忙しいから、うん、ちょっと長期的に行きたいならゴールデンウィークしかないなって。だから私たちは飛行機を取りました。ウォホータカが本当にあのもうゴールデンウィークの1個前の日に飛んで、ゴールデンウィークの最後の日に帰ってくるみたいなスケジュールで、皆さんもし気づいてない方もいるかと思いますけど、私フル YouTuber ではなくてサラリーマンをしております。普通に会社で働いていて YouTuber もやっているっていう感じなので、平日はお仕事があります。そう、好き勝手にドイツに飛ぶことができません。ただし私はもう自分の社長だから、こういう時にさ自分の会社やってる社長ってずるいよね。だから私は4月の15日からもうゴールデンウィークの終わりまでもうがっつりと時間を使って、両親と時間を過ごして友達に会いに行って、うん、ちなみに何年ぶりですか、ドイツで会いに行く。世界一周、あ、終わりにドイツに行ったのが最後だった。じゃあもう2年前、3年前、ほぼ3年。世界一周終わってからもう3年経ちましたか。やばいよね。早っ。そうだから本当にもうドイツはめちゃめちゃ楽しみにしてる。まだわかんないよ、今は予約できてるけど、ウイルスの状態がどうなるかわかんないし、まあ今世界的に大きな戦いも起きてるし、ヨーロッパに戦争があるから本当にそれもまた影響するかなとは思います。まあ私たちは良かったことに、うん、JAL とか、ANA じゃなくて、うんうん、Emirates の飛行機を予約しました。飛行機は予約はできたけど、はい、調べた時にもうやばいよこの値段とずっと思ってたけど、値段がめちゃくちゃ上がってます。なんで本当に分かんないけど、ゴールデンウィークだと値段が基本的に急激に上がりますよね。そう、去年僕らがクリスマスで飛ぶ予定をしてた時の飛行機往復で10万円いかなかったんですよね。それでも高いです。それから半年経っただけで全体的に飛行機の値段が15万前後に変わってて、でプラスゴールデンウィーク、僕ゴールデンウィークど真ん中から飛ぶのでプラスもうちょっと高くなってて、どんどんなんか飛行機の値段がインフレなのか上がってます。まあでも飛んでくれるだけありがたいですよ。そもそも僕ら名古屋に住んでて、中部国際空港からドイツ行きはございません。ミュンヘン飛べません。なので大阪か東京に行ってそっから飛んでいくっていう形になります。セントレアの社長さん今見ていたらどうかこいつをつながってください、お願いします。ちなみにルールとかもいろいろ変わりましたので皆さんとちょっとシェアしたいと思います。日本のルール、ドイツのルール、はい、がっつり調べてます。でルールも本当にバン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 変わりますので、正直2週間とか激しいと1週間ごとに変わっていくからね、ルールってね。そう、本当にそうですよ。だから3月1日に入ってから日本のルールが変わりました。入国が楽になりました。だからドイツから帰ってくると3回ワクチン打ってる人は隔離期間がなし。
とはいえね、帰ってきてすぐどっか行ったりはしない方がいいと思うけどね。うん、私もなんか念のために3日間少なくとも家でちょっと過ごした方がいいかな、うん、まあ僕らの場合はもちろんそうしますけど、今3月中旬です、この動画撮ってるの。ただし、帰ってくる国の状態を見て判断されるから、私たちは帰ってくるまで、その5月の初めまでにドイツのケースナンバーが上がるとしたら、また厳しくなる。で、ちなみにドイツに行くとどうですかということですよね、次は。ヨーロッパはさ、もう本当にワクチン打ってれば何でもできちゃうってイメージがあるよ。本当にそんな感じです、だから私たちは今ブースターを予約して3回目を打って、ちゃんとワクチンパスポートをもらって、それをドイツに持っていけば、入国する時にもあの PCR 検査とかがなしで、まあ打ってるから安心っていう感覚なんだろうね。で、今はケースがあの下がってるから、マスクの義務とかもなくなりました。マスクに関しては厳しくしてもいいかなと思ってるけどね。で、それは個人的にはあの日本人のマインドセットが多分そうだと思う、まあでも一番怖いのはドイツに行って病気になっちゃって飛行機に乗れないって帰ってこれなくなることが一番怖いですよ。プラスでまた飛行機買わなきゃいけなくなるから、それがお金に辛いよね。もう買うお金ないのでドイツに日本に帰ってこれなくなりますよ。まあそれ、私たちの視聴者に嬉しいことかもしれないよ。あ、ドイツのコンテンツがずっと続くからそう、面白い。俺の仕事がクビになります。じゃあ最後に、私たちはドイツに行きますと言ったけど、ドイツで何をするの？やりたいことはすごい今リスト化してますもう前回からもうリスト化してて、そこにまたさらに追加して、でもタカが10日間ぐらいしかドイツにいないから、そう、もう今のところは1日2、3本ぐらい撮らないと、少なくとも15本から20本ぐらいは撮りたいなと思ってます。ただし、まあ、私たちいろんなアイディアがあるんですけど、皆さんが何が見たいんですか、それは本当に知りたいですので。意外と難しいのって、僕らが面白いと思って出すコンテンツが皆様からあんまり受けなかったりとか、逆に僕らがこれ微妙かもなと思って出すコンテンツが急にバズって動画が再生されたりとか。なので、あのコメント欄でドイツでこれこれをやってくださいとか、これこれを紹介してくださいとか、これはどうですかとか、そういうことをバンバン書いてください。参考にさせていただいて、皆様の見たいコンテンツを撮るっていうのが一番だからね、 YouTube はね。ドイツ語頑張ってね。そう、最近ね2ヶ月ぐらい前から毎日毎日ドイツ語を30分から1時間ぐらいかなかけてやってます。ただ私と喋ってくれないから、レナがうまく教えてくれないのでレナに聞いても、それはわからないな、生まれつきそう言ってるからな、ルールは私わからないよ。いや、だからルールじゃない、何の意味もないよ、ここのドイツ人の方適当に喋った中でも一応ちょっと気になる部分あるじゃん。なんでこれはこう言ったのにこっちはこう言うんだろうみたいな、そこのさ、リンクをだんだん頭の中でつなげていくと点と点がつながってこう全体的に理解できるでしょ。なんだその顔、わかりませんそう、こうなります、いつも。そう、私たちもあの結婚してから両親に会ってないし、そうだそうだよ、レナのお父さんにぶん殴られるかもしれない会った瞬間ちゃんとやってないなみたいなほら強いよ、レナのお父さんもレナのお兄ちゃんも190センチぐらいこう、そうだよ、俺なんて多分ね、こうポンってやられたらピュー大丈夫かな、怒ってないからレナのお父さん。どうですかね、ちょっと聞いといて、ちゃんと怒ったら俺行くのやめるから、ね、怖いから。どうですかね。だから今回が初めての挨拶ってことだね。はい、娘さんをもらいましたという挨拶だね娘さんをくださいではなくて、娘さんをもらって2年経ちます、3年経ちます、引き続き仲良くやっておりますという挨拶だね。やばいやつだな。こういうご報告でした。あ、何、パスポートは、パスポートはあるよ、期限大丈夫、もう世界一周経ってから3年ぐらい経ってるよ。私は結婚してから新しいパスポートを作りましたよ。パスポートです、期限一応見といた方がいいんじゃない、2022年7月ギリギリ5月に飛ぶよ、残り2ヶ月しかないよ。入れてくれないかもしれないよ。更新しといたらいいかな。あ、どう思いますか皆さんいや、ちょっとリスクあるよね。そう、できるかできないかという、更新しときましょう。皆さんはもう海外旅行行くときは事前にパスポートの有効期限チェック、多分半年ぐらいあった方がいいと思います、どの国入るのでも。はい、
というわけで、はい、あと1ヶ月です。残り1ヶ月、はい、ドイツに向けて準備をしていきます。全部うまくいくといいですね。何も世界的に大きなことが起きらずに、ウイルスの状態も大きく変異せずに、世界戦争にも、はい、やばいよこの世界。この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。皆さんたくさんコメントを書いてくださいね。あとチャンネル登録も今はベストタイミングです。いろんな面白いコンテンツが来ますよ。ドイツコンテンツ配信していきますよ。はい、ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。